い。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回も新しくこの島に来た人がいるので QR コードを読み取っていきたいと思います。ってことで QR コードを読み取る。あずささん、なごみ系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑ってるだけじゃなくみんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。お、いいねいいね、かわいい。はい、それじゃあマンション見てこう。お、ハートマーク。え、待って、あれってアイラの部屋じゃない？え、アイラの部屋じゃない？とりあえず新しく来たあずささんのところに、はい、行きます。いいね、なんか可愛いが詰まっとる感じやね。あずさです。意外としっかりした女だねって言われます。意外と抜けてそうに見えるのにってことかな。はい、コロッケどうぞ。いただきます。ほいほい、どうでしょう。結構美味しかったようです。よかったよかった。好物に入ったね、ちゃんと。ずっと遊んで暮らしたいです。ずっと遊んで暮らしたい。みんな基本的にそんな感じだと思う。遊んで暮らせるんだろうね。ずっと遊んで暮らしたい。ほい、そしてこれ子供か、赤花さんとの子供か。あれ、私そんな服着とったっけ。今度はどんな子ですか？男の子ですか？女の子ですか？子供がいたらと想像したりします。うんうん、いいと思うよ。ですよね。いや、楽しみやね。これにこれもあげます。はいはい。実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。アルジャムとは一生親友でいたいと思ってます。お、いいね、結構仲いいんかな。超信頼してる、めっちゃいいやん。超いいやん。赤花さんにも大満足やし。はい、それじゃあ学校給食でもどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。まあまあ美味しかった。学校給食はね、なんか実際に食べよるときにはうわ今日はこんな献立かとかいろいろ思うけど、食べれんなってから、あー美味しかったなーとか、あーすごい懐かしいとかめっちゃ思うよね。すごい思うよね。どうしようかな。海賊セット、カッパ、カンフー、貴族、貴族で貴族で服、貴族の服をプレゼントしました。いつもありがとうございます。いいねいいね、かっこいいね。私からのお返しです。うんうん、お宝銀貨をもらいました。ありがとう。この服なんかいいかも。そして友達マークがちょっと気になる。え、現在進行形で今まさに喧嘩中。ノア君と落ち着け二人とも。どうしたの？ノアと喧嘩しました。うんうん。さらばたします。見てたよ。仲直りして。いや、このイライラも沈めてください。じゃあとりあえず、はい、いちごでもどうぞ。いただきます。ほいほい。苦手と超苦手は出とんやね。あ、もうアスムとは絶対合わん感じや。宇宙食が超苦手、アスム逆にね、めっちゃ大好きやけんね。じゃあ帽子を、うさぎの耳、カチューシャ。いや、どうしよっかな。お花の髪飾り。お花の髪飾りでいこうか。あ、違う、これ全然お花じゃない。はい、お花の髪飾り。どうぞ。やっぱ浴衣にはね、帽子よりも髪飾りぐらいの方がいいよね。ほらほら、合う合う。わっちからのお返しです。ほいほい。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。しかし、機嫌は治っていない。ちょ、待って。とりあえず、ノア君の方行こうか。めっちゃ物投げてる。え、ノア君どこやった家。え、この辺ではないの。ここか。お呼び出しします。はい、お帰り。めっちゃ急いで帰ってきたね。ま、
怒ってる。眠と喧嘩しました。腹が立ちます。ほらほら落ち着いて。じゃあこのイライラも沈めてください。あ、ノー君はもうお粥を与えれば機嫌が治るということが発覚した。お粥、はい、どうぞ。めっちゃ急いで食べるね。あんなに急いで食べても美味しさはわかるものないよね。もうちょっと味わって食べればよかったのに、頂戴好物。せっかくの頂戴好物。うまーい。でも見た感じめっちゃなんていうの、味付いてなさそうな普通のおかゆやったけど、どうしてそんなに美味しく感じるのか。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。ねむちゃん機嫌治っとるかな。一応食べ物と髪飾りを渡しておいたから多少は大丈夫だと思うんだけれど、どうすか。この間はごめんなさい。お、許しません。なんでそんなに根が深いの。何が原因ですか。喧嘩の原因はうまくいきませんでした。まあ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 、しょうがない。よっぽど怒ってるんだよ。うまくいかないものですね。仲直りできませんでした。理由は、めっちゃ許しである。さっき謝ったけど許してくれんかったよ。どういうこと。謝ったのに。ノア君謝ったのに、ネムちゃんちょっと。ネムちゃんちょっとあれだよ。間違ったことを言っているよ。一軒家の方を見ていこうか。あ、友達マーク二つあるけど大丈夫か。これは喧嘩ではない?黒影さん。ちょっと黒影さん借りていくね。あ、帽子お揃いや。おはようです。夫婦で。帽子がお揃いめっちゃいいや。いいと思うよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか?ペッカナさんね。礼儀正しくいこう。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。めっちゃアップやってけんびっくりした。さあ、どうですか?ちゃんと仲直りできるかな。ペッカナさんの方が喋りよる。全然良さげやね。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。ってことはもう一つの友達マークも喧嘩ではないかな。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。鏡も見ているとわしもそこそこイケてるなって思っちゃいます。いいと思う。自分に自信を持つことは大事よ。はい、コーンフレークどうぞ。いただきます。ね、きっと自分に自信があるところとかもめいちゃんは好きなんだろう。お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。はい、そしてどっちだ。サナさんお呼び出しします。みんな結婚した後もラブラブやね。いいことだ。おはようです。おはようです。もう誠別れはいいんです。え、待って、今ラブラブやったよね。どうした。何が起こった。不満。え、仮面夫婦ですか。ダメ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 、考え直そう。もう一度話し合ってきます。ダメ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 。マホちゃんいなくなってどうすんの、サナさん。マホちゃんみたいな心の広い人はいないと思うよ。てか、話し合う空間。マジで?この二人はずっと続くと思ったよ。なんだかんだね、仲のいい二人。あんな、いつも裸同然のサナさんを好きになってくれたというのに。
まほちゃん。なんてこと。なぜ、何があったの、二人に。しかもね、サナさん側からとか。これでよかったんですよね。よくない、よくない。え、よくないよ、全然。え、でもこの状態で、この状態で、わかる？私が与えようとしているもの。ですね、ちょっと。あ、こっちか。コンビニ弁当を。いただきます。うんうん。こんなに、こんなにもしんみりと沈んでいるというのに。はい、踊り出す。え、あれかな？まほちゃんのおかげでこうやって服を着るようになって。その恩は。はい、落ち込み度ゼロ。立ち直り、はい、コンビニ弁当で立ち上がるって。立ち上がる。立ち直るって。お礼にこれをあげます。まほちゃんの立場。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。一番大切なものを、すぐに答えられますか？もうなんか会話の内容もちょっと深いよ。一番大切なのは命じゃない？あー、これで。仲良かったやん。縁側であんな仲良さげに話しよってどういうこと？じゃ、みんなに募金募るわ。もう衝撃すぎて衝撃すぎて。あ、まほちゃんも縮んでしまったね。まほちゃんもともとそんなちっちゃかった？今日は 25,690 円集まりました。なんか結婚後の身長高い方が見慣れてしまって。はい、そして朝市。美味しいドリアンだよ。お、買いましょう。お、まほちゃんや。この店が発祥の日だよ。買ってあげて。めっちゃとぼとぼと歩いてるけど、買ってあげて。はい、そしてミーニュース見てこう。ショックだなぁ。10時になりました。あの二人が別れるとは。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日お、ヨサラさん誕生日おめでたい。次々とみんなが誕生日を迎えていくよ。開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ふんふんふん。お、いいね、いいね、みんな集まってるね。ほら、ちゃんとマナリさんも集まって。てか、きっとマナリさんが企画をしてくれたはず。ここもね、二人ラブラブだからちょっと続いてほしいわ。おめでとう、おめでとう。ありがとう。みんな髪色違うね。マジのミーに聞きました。え、今日だった？いや、もちろん覚えてましたよ。もうほら、島民の、ハッピーバースデー。島民の誕生日をすべて覚えるとかは無理やと思うけど大丈夫よ。全然そんなね。ありがとう。さあ、それじゃあ。いやー、一軒家がまた一つなくなってしまったことがものすごく悲しい。非常に悲しい。はい、アスム入るよ。あゆなのそっくりさん、一週間ぶりですね。お久しぶり。君はどうなの？いつまで悲しいの？早く立ち上がれ。フォーマルな帽子が欲しいです。フォーマルな帽子。フォーマルな帽子はどれだい？フォーマル。この辺？でもこれ、ポールハット与えとんよね。与えてるからな。料理人、レーザー、ワークキャップ。安全ヘルメット。安全ヘルメットもまあ、フォーマル。フォーマルなんかな。わからんけど。チノ。チノの帽子とかにしとこう。はい、どうぞ。どうすか？すごく気に入った。お、よかったよかった。そしてレベルアップ。あ、そのだいぶレベル高いね。こんなに高かった？ちょっとびっくりしたんやけど。そして服も変えておこうか。どういう感じの服がよろしいかな。あ、結構服も与えとんやね、私。じゃあ、シャツとパンツで。はい。
服、シャツ、パンツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。ちょっと平凡な感じになったけど。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。島の住民がもっと増えてほしいって考えています。その方が楽しいでしょ。これからまたどんどん増えていくから大丈夫よ、心配しなくて。はい、そしてオムライス、どうぞ。いただきます。ほいほい。さあ、どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。まあね、アスムはもう大好物、超大好物は出とるけん、あとは苦手と超苦手を探っていくだけ。ん、みんな集まってる。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、みんな結構 QR コードとか送ってくれるんやけど、 QR コードだけをポンって送ってきた人は多分基本的に採用しないです。あの、前に言ったように言葉を送ってくれたりとか、あとは動画をずっと見てコメントをしてくれる人を採用します。ってことで、また次ね、新しい人が増えるのを楽しみにしていこう。